金頭は、笠米、方棒家に分類される魚。方棒に似た魚で、方棒と同じく食用に漁獲される。北海道南部以南から航海、東、シナ海、南シナ海まで分布し、水深50から300メートルほどの砂底底に生息する。生魚の全長は30センチメートルほどで、方棒より小さい。背面は、一様に大色。 赤葛色をしているが、覆面は白色をしている。頭部は硬い骨盤に覆われており、金頭の和名もここに由来する。この硬い頭部を義憤にかられて、間尺を起こした王子を平八郎が、バリバリと噛み砕いて骨ごと食べて呆れられたことが、当時の記録に残されている。鼻先が前方に尖っていて、小さなトゲが左右に数本ずつか溜まって生え、 その下に大きな口が開く。胴体はザラザラした細かい鱗に覆われる。胸びれは方棒よりも小さく、色も赤一色である。胸びれの一番下の南上三体は方棒と同じように有利して太く発達し、これを足のように動かして海底を歩く。他のひの構造も方々に似ているが、第一背びれに先行色の大きな斑点があるのが特徴で、 これは、他の金頭属の魚にも共通する特徴である。この斑点は、液心標本にすると黒くなる。食性は肉食性で、エビ、カニ、小魚などを大きな口で捕食する。旬は、冬で、底引き毛で多く漁獲される。体の大きさの割に身は少ないが、旨味と歯ごたえがある微味な白身魚で、料理法も煮付け、唐揚げ、塩焼き、鍋料理、 干物など足したようである。小さなものは、かまぼこなど魚肉練り製品の原料にも用いられる。この魚を縁起物にしている地域もある。例えば、長崎県では金頭という名が、お金がたまるに通じるとされ、節分にこの魚を食べる風習がある。君よ、金頭、金、金戸、ししっぽ、金んど、金子、ガ,ガッツ、ギラ夕語りなど金など、 レピダトリグラ・ゲンサリー・トゲカナガシラ・レピダトラジア・ジャポニカ、カナガシラ族の魚は他にも多くの種類がいる。種類によって、胸びれの模様や体のまだら模様、鼻先のトゲなどに違いがある。カナガシラと同様、底引き毛で多く漁獲され、食用になる。カナド、レピダトリグラ・ゲンサリー・トゲカナガシラ・レピダトリグラ・ジャポニカ、オニカナガシラ・レピダトリグラ・キシャの。ノ。 ありがとうございます。